にちは。どうも、こげんチャンネルです。本日もですね、前回になるのかな、わかんないけど、島原からお届けしてるんですけども、なんとですね、本日はあの超有名 YouTuber の、女子に、お越しいただきましたんで、ご紹介していきたいと思うんですけど、まあちょっとバイクでねバレちゃってるかもしれないんですけど、有名なんで、はい、バイクでバレちゃってるかもしれないですよ。じゃあ早速お呼びしますかね、お呼びしましょうか。はい、じゃあすいません、お願いいたします。こんにちは。いや、ただのクマさんやないかい。引き続きね、糸島に続き島原、はい、島つながりね。そうね、あの糸島と島原、ね、はい、好きなんですか島？島大好き。あ、なるほど、半島ですよね。半島大好きっていう感じなんですけど、はい、今回ね、前回は一般社団法人の代表理事として、そうですね、出ていただいてね、はいはい、株式会社レイズっていう会社もやってまして、かっこいいですね、名前かっこいいですね、はい、上がるっていう。で、その会社で北部九州のこのサイクル事業に関してコンサルティングしているので、はい、なるほど、その仕事で島原にやってました。はい、ありがとうございます。ということで、じゃあすいません、ちょっともう一回ボケは置いといて、ガチで呼びます。じゃあお越しいただいてもらいましょう。どうぞお願いします。こんにちは。お邪魔しております。はい、有名なアムチャンネルでいいんですよね、チャンネル名は。アムちゃんびっくりマークっていう感じです。はい、アムちゃんびっくりマークっていう感じで、チャンネル名ではアムちゃんになるんですけど、はい、はい、僕名前かと思ってたんですよ。あ、よく言われます。そうね、アムチャンネルの略でアムちゃんなんですよ。なるほどなるほど。じゃあ普通に名前はアムでやってる感じですか。そうです、アム、はい、なんでアムちゃんでもアムさんでもなんか好きな感じで呼んでください。はい、よろしいです。はい、じゃあ早速ね、ロードバイクビジョン発掘プロジェクトないんですけど、今回ちょっとバイクをメインに、ちょっともうビジョンなのは知ってると思うんで、皆さんね知ってると思うんで、バイクの方をちょっとメインでご紹介していただきたいなと思うんで、ちょっとなんかこうご自身でこのバイクの気に入ってる部分、こだわってる部分とか教えていただければなと思うんですけど、よろしいですか。まずは、まあ、見た通りのフレームのこのツヤの色感、グロッシーブルーっていう種類の色なんですけど、このなんかツヤツヤの色の感じ、グラデーションの感じが、まあ、形とともに一目惚れっていう感じで、ちょっとラメ入ってる感じですもんね。そうなんです。いいね、これかっこいいエナメルのようなつるっとした、ここの海と同じような綺麗。そうなんですよ、海を走ると写真が映える、はい、動画も映える、めっちゃ綺麗に写るんで、そこもお気に入りポイントの一つで、はいはい、あとはちょっとすぐには出せないんですけど、うん、ラチェットもいいです。あ、じゃあやります、はい、やります。持ち上げて、じゃあ持ち上げて、はい、ちょっと音取ってもらっていくよ。ラチェット音大事ですよね。わかりますか。車のマフラー音みたいな感じで、ラチェット音ってすごいね、大事だと思うんですよね。っていう感じで、あと何かあったりします？あとは、フレームに対して、はい、私1台目は完成車で、はい、買ったんですけど、はい、これはフレームとパーツはそれぞれ別に選んでるんですよ。うん、で、やっぱりそのブルーに合わせた色で選ぼうっていうことで、はい、まあ、ルックが好きっていうのもあるんですけど、ペダルをルックの白で、あ、なるほど、白と黒と迷ったんですけど、はい、まあ、白がこの車体は、前は黒にしたんですけど、白はこの車体がいいかなっていうので、こう白のペダルをつけて、こうルックの、ね、白のロゴと合うなっていうところと、あとはじゃあボトルのケージもルックのこの本当だ、カーボンのボトルケージをつけていて、この辺もやっぱりすごい統一性が出て、デザイン的にも好きだなっていうので、パーツも結構ちょっと悩んで、白にするか黒にするかみたいな感じで選びました。なるほど、ありがとうございます。じゃあ結構、じゃあやっぱり各所こだわってやられてる感じです。そうですね、ルックのだってボトルケージとかなかなか見ないっすもんね。つけてる人は少ないかもしれないし、ルック使ってる人でもあんま見たことないんで。そう、最初の1台目もルックなんですけど、あ、はいはいはい、最初ルックで揃えずに、まあ、なんだろう、買いやすいものの中からっていうので、まあ、はい、カーボンっていうのもあるし、うん、まあ、そこまでこだわらなくてもいいかなと思って選んで黒のものをつけてたんですけど、やっぱ統一するといいですね、見た目もかっこいいし。間違いないです、やっぱり統一性大事なんで、バイク、うんうんうん、あとこのサドルもあれですか、このマビックのちょっと黄色に合わせてチョイスした感じですか、この黄色いラインとかは。わかりましたか。はい、その辺サドルは乗り心地がまあ一番ではあるんですけ ど、はい、まあ、まずあの
ホイールの方ですね、はい、そうするとホイールの方は、まあ、フランスのフレームですから、うん、フランスのマビックでっていうのでそういう意味もあって、はい、いろんなメーカーさんの中からマビックかなっていうのがあって、まあ、ちょっとリムの高いのが合うバイクだからかっこいいかなっていうので、はいはいね、エアロフレームなんでね。そうですね、このホイールを選んで、はい、そうするとやっぱちょっとバランス的には青、うん、白、黒、黄色って入るとちょうどめちゃめちゃセライタリアのこのいいっすね。やっぱこの黄色めちゃめちゃ珍しいですよこれも。あ、そうかもしれないですね。見たことないですね。デザイン少ないし、はい、なんかやっぱ今ちょっとこの辺も横広なサドルとかが流行ってて そっちの方が乗りやすいかなとかも思ったんですけど、はい、やっぱ見た目と性能を兼ね備えたものがいいなと思ってこれになりました。なるほど。じゃあだいぶ機材というかこのバイクに対してのこだわりはかなり統一性も持たせつつこだわりを見せてるという感じ で、ね、どっちかというと見た目より見た目よりでも性能もやっぱちゃんと気にされていらっしゃると思うんで、これ結構ね SLR 使う女性って少ないと思うんで。あ、そうなんですね。なかなか見ないんでやっぱちゃんとこの自分にマッチするような機材をこだわってるんだなっていうふうに思いました、はい、ありがとうございます、はい、なんか専門の人に言われると嬉しいです。いやいやいや、もっと詳しい人に言われると根源チャンネル。じゃあなんか、もう一点その自転車以外になるんですけど始められた経歴っていうかそのきっかけっていうのを教えていただければと思うんですけど、運動不足解消で始めました。あ、はい、あ単純にもともとゲームが好きだったり、はい、まあ、動画も YouTube もやってたんですけど、はい、そもそも、まあ、デスクワークがすごく多くて運動不足になってて、はい、何かしら運動を始めようかなって思って室内でエアロバイクみたいに乗るジムに行き始めてそれがめちゃめちゃ楽しかったんですよね。なるほどね。でそれで、まあ、外で乗ってもいいんじゃないかなっていうのでロードバイクの体験に2回ぐらい行って、はい、20キロ40キロって走るみたいなのに行って、はいはいはい、あ、やっぱサドル高いし女性は特にだと思うんですけど、うんうん、乗れるかどうか不安じゃないですか。そうですね、最初、うん、こういうこんなハンドルしてるしで最初本当はクロスバイクかロードバイクか悩んでてで、あ、ロード乗れるな、しかもなんかすごい軽いし、うんうん、感動して、うん、そうですね。でそれで、あ、じゃあロードバイクがいいかもと思ったとこからこう車体選びをしました。はい、他のとかって迷われてしなかったですか。なんか他の運動スポーツとやろうかなっていう風に悩んだりしなかったですか。悩みました、はい、でもなんかサッカー、フットサルとか、はい、バスケットボールとかって、はい、人数がいないとできないじゃないですか。そう、人数が集まるまで待って、はい、日にちを調整してやるってなると、ね、ちょっとなんかコンスタントに運動するには、うん、あまり向かないのかなみたいなのがあって、ね、でもなんか自分が選んだタイミングで自分の好きにマイペースにやりたいときにはやるし、はい、休むときに休みたいって思ったら、はい、自転車はちょうどいいのではないかと思いまして。間違いないと思います。はい、それで自転車に行き着いたって感じです。じゃあ今なんですけど多分そんなに競技ベースではないと思うんですけどどんな感じでその自転車をの楽しみ方というか、うん、その乗り方じゃないですけど風にされてます。今中心でやってるのは日本全国47都道府県を全部自転車で走ってみたいと思って、はい、いろんなところへ出かけていて、で今回もその長崎県の島原っていうところを走って、うん、見ませんかっていうお声掛けをいただいて、はい、ルートを教えてもらって走ってみたんですけど、はい、いや、いいですね。やっぱいろんなとこ走れるのはめっちゃ楽しい。いや、僕もやっぱり遠征とか行ってもレース会場しかそのレース そのコースしか行かなかったんで、うん、ちょっとこれからは僕もちょっといろんなとこ行ってこういう風にねひぐまさんに協力してもらっていろんなとこ行けたらなって思うんで、うん、やっぱ旅っていいですよね。いいですね。コンゲンさんはどこがホームだったりとかあるんですか。自分元々出身が神奈川なんでやっぱ神奈川は結構走るとこいっぱいあるし、うんうん、おすすめな絶景ポイントとかもいっぱいあったりするんで、うんうんうん、すごいおすすめですね。地元だからっていうのももちろんあるんですけどですよね。今回ひぐまさんは九州にお詳しいっていうことで、いろいろ九州の他の地域も含めてお話も聞かせてもらったんですけど、はい、九州だったり、まあ、特に北の方だったりまだ関東、私は岐阜の出身なので、はいはいはい、中部周りとかはよく走ってるんですけ どまだ全然知らないところがいっぱいあって、うん、今年はそこをいろいろ走りたいなって。あ、地元でもこう知らないところに行ってみたいなっていう、まだ行ったことない県に行ってみたいなっていうので走ってます。わ、はいはい、かりました。なんかひぐまさんあります。はい聞きたいことあるんですけど、ね、ご案内しますんでいつでも、はい、他の場所も含め、はい、今回走った以外のところもこれからもなんかおすすめがあれば、ね、教えてください。はい、根源チャンネル
じゃあ本日はなんかちょっと締まりづらい感じだった、最後グダグダってなっちゃったけど、あの本当にヒグマさんいつもご協力していただいてありがとうございます。あの本当にヒグマさんのおかげでアムちゃんさん、あのコラボさせて、アムちゃんさん違う、アムさん名前がアムさんだから、アムだからアムさんですね、アムさんにあの ご出演いただけたんで、あの本当に感謝してます。ありがとう。そしてあの出演していただいたアムさん本人も本当にありがとうございます、はい、こんな底辺チャンネルにいやいやいやすいません、ね、走るのとかメカニックとかめっちゃ詳しい方にこう一緒にこう話しさせてもらえて、はい、めっちゃ勉強になります。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。じゃあそんな感じで本日もご視聴ありがとうございました。あのじゃあせっかくなんでアムさんにチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。はい、やっていただいて、はい、じゃあこのチャンネルが良かったという方はチャンネル登録、高評価、コメントなどよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、こちらありがとうございました。島原走りに来てね。島原来てください。島原ライドもお楽しみに。ありがとうございました。歩こう歩こう、私は便秘。